ともやのアート。こんにちは、ともやです。新型コロナウイルスの歯止めが効かないですね。東京はね、選挙クラスターが絡んでか突出してますけど、まあ、今では東京だけでなく全国各地で過去最多の感染者数を毎日更新してて大変な状況です。まあ、僕が住む福岡もね、感染爆発してます。僕の会社は現在テレワークも解除されとうけん、普通にね電車通勤しとうけど恐怖でしかないですよ。まあ、第2波なのか第1波のぶり返しなのかは分かりませんけども、いずれにしてもワクチンできるまではなんとか頑張って乗り切るしかないという現実。まあ、そんな中ね、外出自粛だったりテレワークだったり、まあ、お盆の移動自粛などを政府が言ってますけど、 GoTo キャンペーンは取り下げないと言った。言ってることとやってることに一貫性がなさすぎて困惑してますよ、みんな。しかもね、政治家はね、 GoTo トラベルを GoTo トラブルだとか GoToとか言い間違えてるらしいじゃないですか。まあ、民間ならね、ありえない気の緩みですよ、これ。政治家の存在意義って何なんだって感じですよ。しかも最近では政治家どもは国会中に小説読んだり、なんか動画、ワニの動画見たり、なんかモラルが崩壊してるみたいなんやけどね。とかね、マスクの転売規制を解除してさ、これ解除することでまたマスクのね転売が横行したりして、むちゃくちゃになるじゃないと。まあ、今店に行ってもさ、日本製がね少なくて、なんか中国製ばっかやけど、そこはなんとかせんとね。もうこの前のね、世論調査でさ、全政党の支持率が落ちるという前代未聞の支持政党なしが増加するといった現象が来てますけど、これはもう国民がね、政治家には期待してなくて諦めムードが漂っとっちゃろうね。まあそんなならさ、政治家の働きに対して税金を納める額が変わるとかさ、なんかそういう制度も作ってよ。そんな制度があったらね、今の政治家もっと頑張るじゃないと。その能力制とかにしたらさ、政治家ももう必死になるじゃないとかね。もっと国民のこと考えてそうしてほしいもんですよ。まあ、ちょっとすいませんね、あまりにも腹立つんで若干取り乱してしまいましたけども、コロナウイルスがね蔓延した今は、政治家の言うことを真に受けずに、個人個人の考え方をねしっかり持っていかなければいけない時代になったんじゃないかなと思ってしまいました。まあ、こんなちょっと政治家の文句になりましたけど、皆さんもいろいろと思うことがあるでしょうね。それでは